はい、小宝整体師の金子靖です。本日も忙しいあなたのために音声のみの配信としておりますので、仕事の通勤中、家事をしながらなど聞いてほしいかなと思います。今日のテーマなんですけども、当院での妊娠する方の特徴をお伝えしていきたいなと思います。そう、体の面、身体面もそうなんですけども、もうほぼほぼ私は精神面かなと思うんですよ。これ聞いてもね、多分違うわ、そんなの私は関係ないって思う方もいらっしゃると思うんですけども、そういう方はちょっと時間の無駄になってしまいますので、消してもらって構いません。だけどこれ本当に私は思うには精神面だなと思うんですよ。いくつかちょっとね、事例を紹介したいなと思うんですけども、まず一つ目、すごい優しい方だったんですよ。仕事もね、もう人からも何も言われても、はい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 言ってこなして、で、友達からもいろいろ頼まれたりして、で、それストレスと感じない方らしいんですけども、全部はい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 ってて、休みの日は何してるんですかっていう質問をしたときに、もう疲れて寝てますっていう質問だった、答えだったんですよ。それって、やっぱり、自分の意思、行動とはまた反対に、相手から言われていることなので、余計疲れちゃいますよね。そこなんですよ。そうすると今度は疲れたってことは、妊娠してから、赤ちゃんにそのパワーを与えられないので、ちょっと妊娠まで至らないかなと思ってたんですけども、ある時、俺すごい表情変わったなと思って、どうしたのって聞いたら、今日会社で言ってきました。上司にちょっと言いたいこと言ってきました。で、すっきりしてたんですよ。言えたんだ、言いたいこと。はい、言ってきました。みたいな感じで、すごい変わったなと思って、で、施術をして、この方、もしかしてと思ったら、次来た時に、陽性反応が出ました。って言ってくれたんですよ。本当に気持ちが変わっただけなんですね、その方っていうのは。気持ちが変わるように施術して、カウンセリングして、お話ししてっていうことをやってたんですけども、本当に変わっただけなんです、気持ちが。それで妊娠まで至りました。で、また、ある方、2人目の事例なんですけども、その方は、高プロラクチン血症で100以上値があったんですよ。もう、100以上って言ったら、ストレスが全開なんですね。もう、どうしようかな、ストレス全開どうしようかなと思って、お笑いも好きって言ったので、私が、LINE の方にお笑い見てくださいって言って、何日間か配信して、お伝えして、で、うち施術来た時はもうすっごい笑わしてですね、変わったなと思ったら、妊娠してくれました。そうしてもね、もうずっとストレスの重さがあったんですけど、急にパッと重さがなかったんですね。それがやっぱし、精神面の変わったかなと思ったところなんですよ。で、3つ目、3人目の事例なんですけども、旦那さんの親とは別に同居はしてないですけども、近くに住んでて、いろいろと、そのお母さんがいろいろ大変なんですよ。で、そこでストレス溜まっちゃうんで、でもこれどうしようかなって、2人とも考えたんですよ。これでも、相手は変わんないねって。お母さんも変わらなければ、旦那さんも多分変われないな。っていうことは、自分が変わるしかないねって話をして、自分が強くなろうか。で、ずっと話をしていて、施術をしながらまたカウンセリングして、その強くなるような話し合いも2人でしてですね、私としてですね。そしたら、最近また、絶対変わったなと思って、強くなってるんですよ。もう全然気になりませんみたいな親なんてどうでも気になりませんって言ってたらですね、まあ、妊娠報告いただきまして、やっぱり身体面もなんですけども、やっぱ精神面なんですよ。何回も言ってますけども、本当に妊活してる人って、もう精神面関係ないわと思うかもしれませんけども、やっぱり今自分がいる環境と赤ちゃんができる環境って環境が違うですよ。優先順位が違ってきます。今までは自分優先だと思ったと思うんですけども、それが赤ちゃんができてママになると言ったら自分優先じゃないんですよ。子供優先になるので、そこで視点が変わってきて、自分の環境も変わってきます。行動も変わってくると思うんですよ。考え方も変わってくると思いますし、なので体っていうのはまあ良くなることは越したことないんですけども、精神面が変わらないと体がなかなか変わってきません。病は気からとかってよく言いますよね。私も体今元気なのも多分精神面が強くなったからかなと思ってます。めちゃめちゃそう思いますね。病院ゲームの時はぶっちゃけた話、全然元気じゃなかったので、すぐ疲れてだるいな、休みの日は寝てるな、だったんですけども、今全然休みなくても、もう目いっぱい仕事して、もう楽しく生きてられるので、やっぱ精神面が強くなったかなと思ってます。私結構嫌なことは嫌だってはっきり言えちゃうんですよ。言っちゃう性格なんで、だから病院の時も嫌な時はすげえ嫌な顔しちゃうし、もう言えなくても嫌な顔しちゃうし、もう今でもなんか愚痴を言ってる友達に会ったりすると、帰るわって言って帰っちゃうぐらいなので、やっぱそこで自分のパワーを使いたくないんですよね。パワーを使うんだったら、こう今妊活で来てくださる方のためにパワーを使いたいので、十分充電しておきたいし、無駄な力は使いたくありませんっていうのがちゃんと自分で分かってるので、そこでオンオフっていうのが変えられるんですよ。はっきり帰りますって言っちゃうからね、私。あと眠い時も眠いから帰りますとかはっきり言っちゃうので、まあ、それでストレスもたまんないと思うんですよね。なのであいつはもう勝手だ、わがままだとか言われるけども、でも私の中ではそんなの人の周りの目を気にして生きていて、ね、みんなから好かれようじゃなくて、でもね、来てくれる人が妊娠してくれたらなっていうのをすごい思うので、そっちにパワー使いたいなっていうのが確実にありますので、そっちを主軸として今生活している状態です。ちょっと遠回りな話になってしまいますけども、やっぱり自分の気持ちが大事にしてほしいんですよ。嫌なもんは嫌だ。好きなもんは好き。で、仕事でも何でもそうなんですけども、相手がどうこうじゃなくて、相手がどうこうして変わらないじゃないですか。で、この人は嫌だな。で、仕事場を変えたりする。でも、自分が変わってない限りは、またね、同じようなこと、同じような人が現れたりしたら、またこの人は嫌だな、こういうの考え方嫌だなと思っちゃうんですよ。そうするとまたね、仕事変えたりやめたりする。いい加減にしないと、もうずっと永遠に逃げ続けちゃうんですね、その環境から、その人からね。でも、自分がその人よりも勝つっていう気持ちがあれば、もう勝てるんですよ。そう。勝って、そこの環境をもう今までの環境と違う環境にするとか、あとは相手にしないとか、もうすっきりできるんですよ。で、そこでまた仕事を変えたとしても、同じ人が現れても、あ、全然余裕だなっていうふうに思うんです。こんだけ差があります。だから、人が変わるよりも、絶対に自分が変わる人があります。自分がなかなか変われないよっていう人は変われませんね。うん。ここすごい大事。そう。自分が変われないなと思ったら変われないし、変われると思ったら変われるし、ここなんですよ。まずスタート地点。うん、大丈夫かな、できるかなと思ったらできないと思いますし、そう。これね、人によって先生だから変えられるんですよ。自分だから先生だからできるんですよっていう人もいますけども、まずはでも、基本、そこから大事なんですよ。スタート地点からして、自分ができるかな、できないかな、できませんね、とか言ってる時点で、私は、変われないかなと思います。私もいろいろ幼少時代も苦労して今がありますので、まあ変われたんですよ。私こうやってペタペタ喋ってますけども、まあ幼稚園、小学校、中学校、高校かな、ずっと無口だったんですよ。まあ、大学も無口だったかな。そう、無口で有名だったです。すげえ暗いなお前はって言われたんですけど、今すごいペタペタ喋ってますので、変われましたね。はい。自分がしっかりモテてます。私がこういうものだよっていうのがあるので、強くなりました。なので、ちょっとまた遠回りしちゃったんですけども、自分をしっかり持ちましょう。気持ちを変えましょう。体のことよりも、まずは気持ちです。そう、私体触った瞬間に、あ、冷たいなと思っても、気持ちが変われば意外と温まってくるんですよ。今日気持ちが変わった人っていうのが、あったかいな、今日あったかいな、調子いいなっていうのがわかるので、ぜひね、ちょっと、赤ちゃんに会うために気持ちを変えてほしいかなと思います。まあ、そこで変われなくても、まあ、サポートしていくので、少しずつ変わってくれればいいかなと思います。変われなくないと思うんですよ。絶対変われます。だけど、変わるスピードっていうのが人によって違うと思うんですよ。ゆっくり変われる人もいるし、すぐ変われる人もいるし。なんで、そこ私がいろいろフォローしていくので、大丈夫かなと思って、自分に自信を持ってください。自分に自信を持ってば、赤ちゃんが生まれてママになった時に、自信が持てます。子供に自信が持てるママだねって言うであられます。じゃないと、周りを気にしちゃって、あの子はこうしてるよ。だからうちの子もこうしよう、ああしようってなって、自分家の子ってどういう子なんだろうっていうのが明確になりませんので、しっかりと自分を持つようにしてください。それが妊娠前かなと思います。妊娠してから出産までってもう本当にいろいろ考えちゃうので、その前に自分を持つことによって、妊娠、出産がね、もうしっかり強くできるかなと思っておりますので、ぜひ精神面を変えるように意識してみてください。わからなかったら、また私の方のメッセージでもお会いした時でも聞いてください。はい、ではまた次の配信でお会いいたしましょう。さよなら。